移動する家というか、あの家族で移動中まで楽しめるものかな。自由、ホテルとか決まってなければ時間も決まってないので、いつお風呂に入ってもいいし、いつ寝てもいい。自分だけの城カスタマイズして楽しむっていうのがすごく面白いなと思って、将来的にちょっと考えたいかなって思いました。レジャーだけじゃなくて防災にも使える、ペットと一緒に旅行に行ける、そういういろんな可能性を持っているツールとしてキャンピングカーは非常に有効だと思っています。買わなくたってレンタカーもたくさんありますし、まずお試しをしてみて新しい体験経験をやるっていうことはね、人生もしかしたら変わるかもわからない。ぜひ試してみてください。